植物細胞には動物細胞にはない細胞壁があります。で、細胞壁にはいくつも原形質連絡っていうチャンネルがあって、隣の細胞と連絡できるようになっています。で、核の周りに小胞体があるのも同じで、で、そこにリボソームが取り付いてるのも同じで、ゴルジ体もあって、ミトコンドリアもあって、だけど葉緑体は動物細胞にはなかったですね。葉緑体、あと忘れちゃいけないのが、成長した植物の細胞で細胞体積の大部分を占める大きな大きな液胞です。液胞の働きは浸透圧を調節することによって細胞の中に入ってくる、または出ていく水の量を調節する、あとは物質の貯蔵、まあこれ貯蔵を考えれば成長した細胞ほど液胞が大きくなるのはまあ納得がいくことで、みんなだってさ、もし大学生になったらさ、大学1年生の時はさ、もし一人暮らししたら、あの広い部屋に自分一人ポツンでね、あの部屋が広すぎるように感じるかもしれない。だけど4年生になる頃には物も増えてきて、ね、もっと収納スペースが欲しいなと思うかもしれない、ね、そう考えれば成長した細胞ほど液胞が大きくなるのは納得いくよ ね。植物の細胞によってはアントシアンなんていう綺麗な色素を含んでる、ね、液胞の中に含んでる細胞もあります、ね、で、中心体はありません。例外として苔とか、あとシダ植物とかが精子作るときに中心体使ったりするんだけど、一般的に植物の体細胞に中心体はありません。そう、ね、あのよく間違っちゃうんだけど、このねミトコンドリアが植物にないよってあの答えてしまうのが間違いやすいですね。葉緑体がなんとなくあるからミトコンドリアは必要ないように感じてしまう気持ちはわかるんだけどね、葉緑体っていうのは、葉緑体で行う光合成っていうのは光エネルギーを利用して炭水化物を合成することなんですよ。光合成ってで、できた炭水化物はミトコンドリアに運ばれてそこで分解してエネルギーを取り出すのね。ご飯を自分で作ってるって感じなんですよ、ね、だからミトコンドリアはね、せっかく葉緑体で作った炭水化物、ね、グルコースなんかを分解する場所がなかったらね、植物悲しいでしょ、ね、ちゃんとミトコンドリア、植物の細胞にもミトコンドリアありますよ、ね、もちろん真核生物だから核もあるしね。こんな風に動物細胞と植物細胞の違いにね、よく注目しながら植物の細胞もしっかりマスターしましょう。